県仙台市青幕国見1丁目にある東日本旅客鉄道仙線の駅である東北福祉大学のステーションキャンパスが隣接している。東北福祉大学の最寄り駅としては、隣駅の北山駅が機能していたが、同駅からでは、坂道となるため同大学が2000年頃から、新駅設置に動き出し、JR や仙台市との間で協議した結果、設置が決まった。 西岸駅である。2000年代には隣接する国見駅、北山駅のラッシュ時のホーム容量が限界に達しており、運行の安全確保に支障をきたすほどになっていたため、当駅の設置により前後の駅の混雑緩和を図るという JR 都市の思惑が一致したという。実際に当駅の開業後には、国見、北山両駅の混雑は緩和した。駅の近くにある、 東北福祉大学が由来である。計画当初は海外森駅の歌唱が与えられていたが、東北福祉大学が建設費を全額負担することになり、東北福祉大前駅の正式名称が決まった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。S 字カーブ上にホームがあるので、ホームの形状は歪んでいる。反高曲線区間及び、 重弾勾配が厳しい箇所であるため、JR 東日本の実施基準に基づき、特別の構造承認の社内手続きを行い施行された、仙台地区センター管理の業務委託駅、自動改札機、自動券売機2台が設置されている。改札に発車票が設置されている、JR の特定特使内制度における仙台市内の駅である、JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は1560人である。開業後の推移は以下の通りである。東北福祉大学ステーションキャンパス館、ステーションキャンパス館の入り口では455、軽電車の車輪が展示されている。注車区手展、ありがとうございます。